しかし今夜内科 MC の話、少しでも俺のライブにいいと思えた奴ら俺に手を見せてくれ、手のひらを見せてくれ、音が始まったら一緒に遊んで振っていけ、カモー内科 MC ありがとう。雨と風これ見て今日俺のショーは終了、カモンエブリバディ雨と風カモン、よしそれしかねえ、それじゃボリューム2で会いましょう。チェック、今日偶然の1勝利あるから覚えてねえけど入ったスイッチ、ピッチなそれまでをピシャッと揃えた鳥肌立つ今思い返しても、通った勝負がパーティーやるってチャンスはそこだ、たった白羽の飛車感覚だけが頼り、夜中の公園らしかせライブきっかけ掴むために初めて絡んだ MC 性格割り、その割りスムーズにグルーブさせるクルーに在籍、その MC とは今でありそういや長いな、お前とも惚れた女とかもポチポチいたりして、そういや最近はバッタリマインドは、いつか晴れた日にまた会いたいし、そこかどうも今日はこれまで雨のように歌えた風のように去る、明日の今頃かすれた声で列車に揺られ次の現場へ、あのステージに立つ雨のように歌えば風のように去る、でよどこまで話したっけ、あそうそうハマっていた妄想拍手に、それが今じゃ拍手に、ふざけた話だろでもステージじゃマジって話したよ、このバースの積み重ねが明日の売り上げ、拳振り上げる人生のサントラ、 Like a fight on the power、 俺に芸術は無理されど、この存在は唯一無二、 No music, no life, no pain, no gain、 そんな生活で表現、サンセットサンライズ夜中に飛び出す、今夜福岡でアイドルライター、この場所にまた戻ってくるぜ、そんなセリフ書いて以上終了、いつか晴れた日にまた会いたいし、そんとかどうも今日はこれまで、雨のように歌えば風のように去る、明日の今頃ジェス、ロッキーフェスボリューム0、内科MCです、お世話になりました。こんなもうパンパンな生かした現場が、無料ということで、無料なんてもうね、ただよりね、もうね高いものはないですよ、これからも皆さんちょっと遊び来てください、また僕らもあのライブあのやりに来れるように頑張ってますんで、まあ、とりあえず、1回目来た人は2回目3回目にこうさらに友達を誘って遊びしてください。ロッキーフェス福岡やばい、ありがとうございました、大好きでした、ピース。ありがとう、大好きでした。Yeah.
もカツオです。2人合わせてなっちゃうステーションです。ということでロッキーフェスボリューム0最高でございました。本当ありがとうございましたね。こんな最高のフェスなかなかないんじゃないかなと。おそらくこれから福岡のシーンをねグッと盛り上げるイベントになってくれると思うんで、いい感じになりますね。おそらく野外ででっかいのやってくれるんじゃないかと思ってるんで、2回3回これから続くと思うんで、皆さんぜひ一度遊びに来てください。ということで福岡で作ろうかロッキーフェスのワン、遊びに来てちょうだい。ありがとう。一つにしましょう、平和にしましょう。そんなメッセージを込めてザ・チャウレルシャスンでメッセージソング The One and Name ワールドゲーターでした。ありがとうございました。教室の隅で流れた憧れてたでかい声が耳元に流れてた。帰り道に背中グッと押してくれて変われた。一歩前に出れば気づくこの世界はバカでかい。バカにされてすかされてもノージョーク。昨日までの競争笑われても堂々黒で埋めるノート現実から逃亡しても無意に積み重ねる結果だけがロープよりも証拠。上がり下がり波があって小競り合って分かり合えて離れ離れ合いさパパでこっちはバカで変わりねえ。昼間見る夢夜に見る夢それも同じ爪にぶっ飛んでる。何度だってコンティニュー頭抱えて眠れない。夜もいくつ超えたとこで未だ変わらない。願いそうは叶わない。とても難しいだけど来るらしい。明日に向けてぶつかりながらだって前に向けて行くたび3歩進み2歩下がって止まれそこで停滞。道が長く続くほどに増える傷はでかい。未だ出ない正解でも目的なら明快。この道をその先へ進むしかねて踏まれても keep your head up。 またここから またここからさあ今ステップアップ強くステンダップ止まらずこの道をその先へ。またここから何回でもまたここからさあ今ステップアップ時までです。ロッキーフェス、いやもうこれね無料とか関係なく普通にねいいクラブイベントなんでね、昼でも夜でも皆さん2回目があったらぜひ来てください。もういいライブがいっぱい見れますよ。ぜひ来た方がいいと思います。レッツゴー。何回ダメでもまたここから始めよう。どうもありがとうございました。ケンタサンキューバルでした。じゃあ行きますよ。これはどうでもいい。あーしゅまあ別に今はモニターで何でも撮ったって構いやしねえが心で見て覚えとけよな。もうそれよりも大事だぜ。撮られたらお前らの負けが全国に生中継されちまって恥ずかしい思いするのはどっちかな。延長延長って喧嘩見る前に羽織ってたらどっちだって負け自覚してんだろ。俺がマイク持ってば一番大事ナイカさんはチンコみたい。イエイエイ右も左も知らない状況でチンコみたいな。いやそれで俺の前でやってこうぜケンさん。 OK 俺とお前よりもしっかり目の前の相手ケンさんよりも俺ならば天下が変な言葉で遊び出すの。俺正直バトルよりもライブの方でもこっちでかまし出し遊ぶここがロッキーフェス。しっかりもっともっと盛り上がってけ。上がってね、どっちが勝ったとか関係ねえ。やるだけ俺はこのビート上でも楽勝でやるジョブ相手にしないでよ。クマかっこいいね。でもダメそれじゃ自分を
私は男と男だから水ささなかっただけの話だよ。別にコンビネーションなくたっていい、むしろ1対1をさしてやったっていいぜ。横見てんじゃねえよお前、今俺の差しだろ、しっかり見てくれ、お豆ひっくり返すぜ。OK だったら1対1でまたこの気違いにしっかり見せて OK、 これがレオ君のスンジーロ、分かったね、なら今すぐに吐けろ。黙れ。じゃあ、ね、この続きはまたあるかもしれないってことで、そこまで炎上は持ち越そうって。